こんにちは。今回はソニーの新マイク ECM-M1 を使って野外ライブをボリューム設定のマニュアルとオートで撮影してきました。マニュアルとオートで音質に変化があるのかという部分で興味があり試してみた次第です。個人的にはオート設定ではリミッターやコンプがかかっていると予想したのですが、前回の ECM-XY-ST1M との比較を見る限り、極端なリミッターやコンプはかかっていないように思えました。そこで、マニュアル設定とオート設定の聞き比べと波形比較をした上で、そういった部分に違いがあるのかという部分を見ていきたいと思います。ただ、収録したライブの曲目が違うため、厳密な聞き比べとしては判断が難しいものになってしまっていますので、あくまでも聞き手の判断になってしまうことをご了承ください。収録した音声はノーマライズなども行っていません。完全に取っ手出しとなっています。マイクの指向性はステレオになっています。それではお聞きください。どうぞ。Cannot hide.
Thank you.
ありがとうございます。そしていかがでしたでしょうか。結論から正直に言ってしまうと、音質面では私はほとんど違いが分かりませんでした。波形を見てもオート設定にすることで極端なリミッターなどがかかっているようにも見えません。ボリュームのオート設定などはリミッターなどが自動でかかったりするような場合が多いと思っていました。特に ECMXYST1M のオート設定は完全に音質を犠牲にしていたので、今回の ECMM1 の結果にはとても驚きとともに満足感の高いマイクだなと改めて思いました。アナライザーで周波数帯域を比べてみても両者の違いはほとんど分かりませんでした。今回収録時にはかなり風が吹いていたのですが、ローカットはオフにしています。その代わりこちらの純正のウィンドジャマーよりも防風効果の高い毛足の長いオリンパスの WJ4 を使用しています。やはり防風には毛足の長さが一番効果が高くなりますので、吹かれノイズが気になる方は防風効果の高いウィンドジャマーに交換してみてください。次は ECMM1 のデジタル設定とアナログ設定の音質比較をできればと思っています。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。